すみません。失礼しました。レフェサパの牧野由拓です。私自身は生まれつき全く耳が聞こえていなくって、補聴器を,をつけているんですけれども、皆さんの声は聞こえません。口を見てお話をさせていただいています。そんな私にはですね、今、7歳の娘がいるんですけれども、その娘も骨の難病を持って生まれてきました。 私自身、肌でさえ聞こえなくて、心配な育児だったのに、まさか何秒の子が生まれるなんて、と絶望を感じました。そして、そこから立ち直った時には、療育やリハビリの選択肢が少ないことに、愕然としました。当事者でもあり、障害者の親でもある私だからこそ、できることを、と思って、デフシャポを立ち上げました。 ました皆さん、症状してみてください。愛しい我が子の耳が聞こえないことが生後3日で分かりました。ネットで探しても、とにかく情報がありません。不安で、不安で、仕方がありません。病院や薬師。ん 病院や役所は、大学校へと専門機関に任せていればきっと大丈夫と安心するでしょう。しかし、実際は満足に言葉を獲得できない子たちがたくさんいます。日本ではですね、毎年1000人の難聴児が生まれてきます。しかも92、92%は 聞こえる親御さんから生まれてきます。つまり皆さんと同じで難聴のことについて全く知らない親御さんがほとんどです。実はですね、難聴では皆さんのように耳が聞こ,えな聞こえるわけじゃないので、耳から言葉を覚えることができません。人はですね、言葉がわからないと考える力が育ちません。なんでかっていうと、 言葉で物事を考えて思考しているのでどうしても対等な会話もできないし勉強もできないということになってしまいますそして難聴者の70%は月収が18万円以下という苦しい状況にありますそこで根本解決が大事だとデフサポでは考えこのようなどういうふうに言葉をインプットしたらいいのか というような教材を作って情報発信とそして親御さんへのカウンセリングを並行してやっています。で、e v s では今現在このようにいろんな親御さんに活用していただいております。何よりもうこの令和の時代、聴覚障害者とかの自立は当たり前とした上でその子が自分らしく楽しく人生を過ごせるように言葉の基礎を作っていきたいと思っています。 以上です。ありがとうございました。